12から18ヶ月頃の離乳食についてお話をしていきます。1歳のお誕生日を迎え、少しずつ幼児食へと移行していく時期にあたります。内容は1、離乳食の進め方、2、口の発達と離乳食の形態について、3、食事の内容、4、補食について、5、手づかみ食べからスプーンへの移行、6、12から18ヶ月頃に大切にしてほしいことの順でお話ししていきます。実際の離乳食の進め方ですが、3回の食事時間を定着させ、大人と一緒に食事をしていきます。またその他に必要に応じて1日1、2回の補食を与えます。食後や夜寝る前の授乳は徐々になくしていきましょう。離乳食の完了とは、母乳や育児用ミルクを飲んでいない状態のことではありませんが、エネルギーや栄養素の大部分が授乳以外の食べ物から摂取できるようになった状態を言います。食後の授乳は食事量が増えてくれば自然に減ってきます。食事の量はあくまでも目安量ですので、おかわりしても OK です。寝る前の授乳は授乳以外の寝かしつけの方法を見つけることでいらなくなります。自然に眠りにつくために昼間にしっかり体を使って遊びましょう。次にお口の発達と離乳食の形態についてですが、前歯が生え揃い、奥歯も生えてくる時期です。前歯でかじり取り、奥の歯や歯茎で潰して食べられるように、肉団子ぐらいの硬さを目安にして、輪切りやいちょう切り、千切りなど様々な形状、大きさにしていきます。また、前歯でかじり取り、自分のお口に合った一口量を覚えていけるように、柔らかく煮てスティック状にしたものも与えていきましょう。食事の内容ですが、家族の食事から取り分けて味付けや硬さを調整すれば、いろいろなものが食べられるようになります。お子さんの食べたいもの、好きなものを増やすためにも、いろいろな食材や味付けを経験させてあげましょう。ただ味付けはまだ薄味が基本ですので、調味料は大人の3分の1から2分の1程度の量にして、それぞれの食品の持つ味を生かしながら薄味で調理しましょう。また、乳歯が全部生え揃う3歳頃までは、噛む力が未熟ですので、柔らかくしたり、とろみをつけるなどの工夫が必要です。1、2歳児では処理しにくい食べ物と、その対処法については、1歳6ヶ月児健診の咀嚼編の動画をご覧ください。具体的には、ご飯は徐々に軟飯から普通のご飯にしていきます。大人の汁物や煮物は、味を薄めて食べられる大きさにすれば OK です。食べられる食材の種類も増え、揚げ物も与えられるようになります。手で持ちやすい素揚げや天ぷら、コロッケなどをまずは少量から試してみましょう。初めての食べ物は、1歳を過ぎても1さじぐらいの少ない量から与えてください。エビ、カニ、貝類なども食べられるようになりますが、衛生面から生の魚や魚卵、生卵などは避けましょう。野菜については、咀嚼ができるようになり、衛生面に配慮したものであれば、生で与えることができるようになります。例えば、トマトやキュウリは外側の皮を剥き、しっかり洗って食べやすい大きさにカットすれば、生のままを与えられます。ただ、咀嚼能力や歯の生え方には個人差がありますので、あまり焦らず、必要であれば加熱やとろみをつけてあげましょう。食事が中心になりますので、栄養のバランスを意識し、主食、主菜、副菜が揃うような献立を心がけてほしいですが、少量しか食べなかったり、1回の食事で栄養バランスが取れないことがあるかもしれません。そんな時は2、3日の食事全体を見て、おおよそのバランスが取れていれば大丈夫ですので、おおらかな気持ちで見守りながら、まずは大人が見本となり、
美味しそうに笑顔で食べる姿を見せていきましょう。次に補食についてですが、3回の食事だけでは取りきれない栄養分を補う目的で、1日1、2回おやつという補食を与えます。補食は基本的にお菓子ではありません。補食の内容は、食事で食べられなかったものがあれば衛生的に保管し、それを補食の時間に与えたり、食事で取りにくい果物や芋類、乳製品などがおすすめです。お子さんの欲しがるままに与えると、虫歯や肥満、偏食の原因になりやすいですので、大人が時間と量を決めてあげましょう。補食も食事の一部ですので、きちんと食卓について食べる習慣を身につけ、大人も一緒に一息つけるといいですね。補食の時に麦茶などの水分も補給しましょう。甘い飲み物は糖分が多いですので、次の食事に影響し、習慣化しやすいので注意が必要です。1歳を過ぎれば、果物ジュース、野菜ジュースではなく、本物の果物や野菜を噛んで食べられますね。また、イオン飲料は体調が良い時には必要ありません。普段の水分補給は、糖分の入っていない麦茶などにしましょう。母乳やミルクを卒業したら、カルシウム補給のために牛乳に切り替えていきます。初めて飲むときは少量から人肌に温めますが、慣れてきたら冷蔵庫から出したそのままを与えます。大人と一緒に乾杯して飲むとさらに美味しさがアップしますね。ただし牛乳は水代わりではなく、食べ物として捉え、食後か補食の時間に与えるようにしましょう。合わせてそろそろ哺乳瓶を卒業してコップで飲む練習を始めましょう。介助の方法は、はじめは浅いコップの縁を加えさせて傾け、お口に入る水分の量を調節します。慣れてきたら軽くて両手の取っ手がついたコップにしていきます。手づかみ食べからスプーンへの移行については、手づかみ食べは9ヶ月頃から始まりますが、12から18ヶ月の頃は食べる意欲を大事にして、手づかみ食べを十分に行うことで、食べさせてもらうから自分で食べるへと変わる時期になります。スプーンについては、手づかみ食べが上手になり、大人が介助するスプーンに興味を持ち始め、やりたそうであれば持たせてもいいですが、スプーンやフォークなどの食具は焦らなくても大丈夫です。2歳になってスプーンに興味がなければ促していきますが、1歳のお子さん、特に1歳前半のお子さんはしっかり手づかみ食べを体験させてあげましょう。スプーンの持ち方は手のひら握りから始まり、指の発達とともに鉛筆持ちへと変化していきます。無理せず発達に合った持ち方で進めるようにしましょう。手づかみ食べの時期は食べ物を手でかき回したり、床に落としたり、器をひっくり返したりして遊び食べが盛んになる頃です。食事に集中しない時はだらだら食べさせず、30分ぐらいで切り上げ、おやつや授乳も含めお腹のすくリズムができているかを見直してみましょう。最後に、12から18ヶ月の頃に大切にしてほしいことをお伝えします。食べる意欲を大事にして、手づかみ食べで自分で食べる楽しさを体験させてあげましょう。また、家族の食事から取り分けることで、いろいろな食材や味付けに触れることができます。大人と同じ見た目のメニューが並ぶと、お子さんも嬉しい気持ちになりますね。家族の一員として一緒に食卓を囲み、さまざまな食の体験ができるように心がけましょう。それでは親子で離乳食を食べる楽しみを感じてくださいね。以上でお話を終わります。